行ってみます。今日はどこに行くんですか。十勝北部。どこよ十勝北部って。どこ。シホロとかシカオイ。シホロとかシカオイが十勝北部っていうらしい。でどこに行くんですか。これから1時間半2時間ぐらいかけて道に行きたいと思います。お腹すいたんですが、ご飯はどこで食べさせてくれるんでしょうか。後ろは火事かと思う。後ろ燃えてる。全然こういう後ろが。やっぱり食べるところがなくて、積んであった非常食を今食べてます。まあまあ美味しい。まあまあ美味しい。ひじきご飯ときのこご飯。オニオンスープですね。オニオンスープもまあまあ美味しい。そしてお家から持ってきたお肉と野菜。カット野菜買って、それを。ジョジョエンのタレで食べてます。ジョジョエンのタレ美味しいです。あとは漬物。もう今夜の10時ですけど、シホロ本体の必要です。皆さんおはようございます。ここは4月下旬から10月下旬の9時から5時まで出てきたので、今はお風呂入っているんですけども、今ちょっと少し開いてきます。昨日お腹が3、4台止まってました。たかちゃんっていうのかな、タブコンとかバンコンとか月8度以上が止まってたんですけど、皆さん朝早く耳をかけたりして、パパの人が早いですよね。ビューティー駅の旦那さんはまだ寝てます。シスアンナ、なるほど。シホロ温泉プラザ、そこの温泉施設に入ってきたりしますよ。サラダドリフムですね。温泉はなんていうのかな、茶色のモール温泉、とってもいい温泉です。このシホロ温泉工夫地のドリフムです。
ここはビビリちゃんの目が刺さるんじゃないと可愛いです。どうしよう、あれおじさんみんな食べたい、うん、そうだ
旅の始まりのビール、そう、シコラちゃんの特産品なんだ。こんなのもある。かわいい。へえ。ブリットだな。動画撮っちゃうよ。ありがとう。美味しそう。いいね。後で買いに来るね。